山中伸介が中谷淳人について注目の発言をしているのでお伝えします。英国のスポーツ番組で司会を務めるデブ・シャフニ氏は WBA 世界フェザー級王者ニック・ボールが直屋井上に迫る壁だと強調した。ボールはサウジアラビアで行われた WBA 世界フェザー級タイトルマッチで王者レーモンド・フォードに判定勝ちした。フェザー級の王者でありモンスターの壁になる確率はゼロではないかもしれない。しかしこれまでの実績を比較すると井上にはかなわないと見るファンが大多数のようだ。だからファンからはありえない、わら、井上は1世代に1人出てくるかどうかの特別な才能の持ち主だ、残念ながら井上は壁をぶち壊すよ、といった意見が出るほどだ。世界中のボクシングファンから現代最強の1人と見られている井上尚弥と中谷淳人と戦ったら楽しみというのが山中伸介だ。山中伸介はこれまでの勝ち方や戦いぶりを見るとバンタム級王者の中では中谷が頭一つ抜けている。直哉の対戦相手として考えるなら最も楽しみな選手です。ただこればかりはタイミング次第、どんなに早くても1年後などでしょうけど、それまでにお互いの状況も変わってくるでしょうから、無敗の日本人同士、間違いなく極上のカードではありますね。中谷選手は今の感じだと一つ上のスーパーバンタム級が適正体重じゃないですかね。バンタム級でも減量がちょっときつそうですから、年齢的にもスーパーバンタム級に上げたタイミングで最もパフォーマンスが高い中谷が見られるのではないでしょうか。中谷は現在26歳で体つきもこれから少し大きくなるはず。現時点ではスーパーバンタム級が適正だと思いますが、フェザー級でも全然おかしくないですね。直哉より上の階級に行っても不思議じゃないと思います。ボクシングも面白いですし、これからどこまで進化するのか楽しみな選手です。まだ天井が見えませんね。中谷選手とマススパーをしてみて、中谷はリーチがあって懐がめちゃくちゃ深い。ストレートはもちろん、遠い距離から独特な軌道で飛んでくるロングフックが強い。ストレート系の伸びで前に突き出すロングアッパーも得意。しかも近い距離もめちゃくちゃうまい。どの距離でも強いパンチが飛んでくると思うと対応ができなくなる。強引に入っていっても中谷は腕を折りたたんで突き上げてくる。あれをやられると相手は心が折れる。ロングでもショートでもどちらでも勝負できるのが強み。2017年にユーリ・アクイ、現 WBA フライ級王者を TKO で下しているんですが、その試合では距離を詰めて上から打ち下ろし、下からもガンガン突き上げていた。さらに中谷は打たれ強い。もちろん直哉のパンチだと危ないでしょうが、今後の伸びしろを考えてもとても期待できる選手ですという。現時点では井上尚弥にはまだかなわないという意見が多い。もし同じ体格なら井上尚弥の方が強いと思う。しかし実際には体格が違う。井上尚弥の身長は165センチ、リーチは171センチ、中谷淳人の身長は173センチ、リーチは176センチ。体格の有利差は絶対的に中谷にある。井上尚弥にとっては体格的に不利だ。パウンド・フォー・パウンドの定義はもしも体重が同じならば誰が強いかということで、今までの実績を考えると井上尚弥が中谷淳人より強いという意見が多数を占める。しかし実際に戦うとなると体格の有利不利が出てくる。だから中谷が井上と戦うのは楽しみと山中伸介は言っているのではないか。どっちが強いか議論が絶えない。面白いカードであることは間違いない。何としてでもお互い無敗のまま世紀の一戦として戦う姿が見てみたい。井上尚弥、中谷淳と2人に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。